はようございます。おはようございます。9時36分はい。でまあとりあえずどうしましょうね。まあ今見えたから島津、今日もちょっと、はい、島津じゃないから、それ もう島津じゃないから、懐かしいのやめてじゃあ今日行く、これじゃあ。あるよ、まあ、ありますもんね。覚醒もあるでしょ、だって。確かに猛獣もあるし覚醒もあるし、はい、まあ行かないけどで前回が、4000枚ほどやらかしてますんで、いやじゃあじゃあ本当にとりあえず目標は半分、はい、理想はチャラライン、まくる4000枚とりあえず行ってまくって、とりあえずスプラ前ゼロにしといて、はい、最後に臨むと、まあ、倍にならないようにしましょう。そうね、はい、倍プッシュダメですよ本当に。まあ、ただ、はい、あんまり勝ちだけ意識して打ってもそうですね、つまんなくなっちゃうんで、豆乗り感が減るんで、うん、もう最初から勝ちだけね目指すんだったらディスカップずっと打ってろって話になっちゃうんで、はいはい、まあ、やっぱ基本の楽しむことを忘れずに頑張りましょう。とりあえずじゃあ、はい、今からチェスいっていきます。はい、300、はい、お願いします。20名ぐらい、はい、おはようございます。ピスタチオ田中、うわ微妙、ありがとうございます。うわ154番と202番、これやばいな、まあ、よくはないな、やばいな。じゃあまあ適当で入ってから、うん、コシさん、あ厳しそうだな、髪の毛ついてます。あら、はい、おはようございます。154まで入場でございます。はい、おはようございます。はい、リゼロは埋まってると。さあごめんなさい。じゃあとりあえず、2階に行きましょうか。何開いてっかな、とりあえず窓巻きはもう無理だろうからな。やばい、ディスカップ開いてる、打ちてー打ちてー。で麻雀開いてんな、バラエティ見に行こうかな。さあ行きましょう。おはようございます、お願いします。ありがとうございます。2階行きましょう。ピス、はいはい、正宗行っていい？あの2階に行きました。今ピス、正宗言っていい？あーどうぞどうぞ、全然大丈夫ですよじゃあ行きましょう。正宗つい行きます。あの下も出やすいし、上だったら、うん、判別できると思いますんで、これから勝負します。正宗2になっちゃったか。ブラッドプラス、ピス上はほとんど埋まってるぜ。モンキー整備中うわ本当にマジで埋まってますよ。埋まってる埋まってる。そっちもバラエティか。アレックス打ちます。アレックス打ってるの、拙い知識ですけど。ちょっと待って、ちょっと待って、まあいいか、はい、一旦取って、一旦取ってね、一旦取って。はい、どうも、おでちゃい編集部員のピスタチオ田中と、同じくデジタル編集部のこちらでございます。始まりました、場面乗りの丸9の第2回目ということで、はい、やりましょう。しょうがないもんね、いや、まあ抽選なんで、ね、はい、しまったな。俺他にももうちょっと1回もうちょっと見とけば選択肢あったかもしれないですかね。でもまあ毎度見てる限り2回フローがやっぱ強いので、まあそうだよね、やっぱ今のところですね。まあしゃあない、はい、抽選ですからね。そうですね、はい、はい、まあ楽しんでいきましょう、はい、それを忘れずに、はい、じゃあ早速いきますよ。はいよ、よろしいでしょうか。せーの、豆乗り実践スタートっす。さあそれでは僕アレックス打っていきたいと思うんですけど、すごい光景です、芸能人気分を味わっております、カメラマンさん2人が、ライト持って立ってくれてますさあ実践しようと思います、行きましょうすごいな、ライトがこんな当たることないっすよ。でアレックスなんですけど、アクロスの中で、ね、もう本当に打たず嫌いだった機種で、鳥といえばクランコ様だろうっていう僕のなんか変な意地みたいなのがあって、ほとんど触ってこなかったので、で最近ねちょいちょい触ってるんですけど、これねもう知らんくても面白いです、かなり面白いと思います。でいろいろ打ち方あるんですけど、今日その辺説明しつつ楽しんでいければなと。うわっ早速熱い、早速熱い。このアレックスが2機左にいるんですけど、チェリーが上に、ついてる方のアレックスの、そのチェリーを、まあ、中下段に狙って、上の、これブドウが上についてるんですけど、このブドウが上についてる方のアレックスまで滑ってくる、プラス
ショートが絡む、明るくなったショートが絡んだらこれ尺圧です。尺圧二角です。二角、二角レギュラーから消していきましょう。はい、三角、よいしょ。朝一5ゲームで、チェリーフォローとしない、チェリーフォローしなきゃいけないんで、チェリーが上についてる方のアレックス狙うで、アレックス、アレックス赤かな、あ、赤赤ビッグだ。 OK です、赤赤ビッグです。おい、投資1本です、投資1本。よし、では行きましょう。1対面正宗2ということで、まあ補充ボーナスいっぱい引いて設定推測、ガツガツしていきましょう。まあ事故ってくれれば前回の負債もまくれるかもしれないですからね。うわー、いきなり来た。よし、 OK。 さあ、おー、必要性向きたさあ、本来であれば メゴ姫演武に突入するリプレイなんですけども、まあその一部で、メゴ姫演武じゃなくて秀吉演武の方いきます。まあ、とりあえず ART、は当たりと、で押し順正解すると、秀吉決戦いきます。いきなりか。さあ、前回が俺の好きな中左右ですね、押し順。というわけで、挟み撃ちいきます。左右中、あー、もうダメですね。ダブルテンパイは無理です。おしゃれ、うわー、また中左右だった。くそさあ、46ゲーム。投手3本ですね。ちょっと早めに落ちちゃったんで、当たった。ピッチャー当たったの。あ、ポジさんも当たりました。あれ、メゴ姫演武リプレイがね、秀吉あの演武になってくれて、うわー、ナイスです。ただ押し順はね、外した。ちょっと待ってください、ビタ押しができませんビタ押しができません。自分を信じれなかったわ。まさかコシさんも投資1本ですか。いや、ごめんなさい、僕は3本ですどう、設定判別できるの、アレックスは。まあまあ、跳ね等に設定差があるので、まあ、強チェリー。あと何気に2以上とかもありますんで。おう、まあそういう意味じゃなくて、ピッさんが絶対判別できるぞっていう、自信はないですチェリードン、あ、ダメだ。お、おしおしおし、これは勝ったね。赤満月いいね。まあ、この設定だったらいいよね、ノーマルタイプ安定してくれるから。さあ、OK。さあ、前の、あ、分かんなくなってる。前の 7ドル AR で始まってから28ゲームかな。いいよ、はい、うー、あ、いった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 、ノーローショー、ナイス。さあ、 AR で始まって最初の7ドルでいきなり秀吉決戦、素晴らしい。これボタンを押さなくていいか。さあ、行くよ、目標、うん、4連にそこうかさあ、いくよ。さあ、ついたついた。いやー、終わりっそ。
わー、これダブル転廃すると終わるよな、だよな。さあ1回ですね、まあまあしゃあない。いやまあ2個じゃ連打したところでね、まあ、30-30。さあ今回60ゲームですね。よし、一発目のビッグで、アクロスで、まあ本当にね、マックス最大獲得枚数ですね、3打を超えてる。はい、行きましょう。ちょっと予告音が聞こえないんで片耳外しましょう。で、いろいろ法則性があるんですけど、これも僕の全部体感なので、もしかしたら間違ってることもあるとは思うので、そこはまあご了承ください。ただ、まあ、ここ数回ピスタチオを打ってみてどう楽しんだかっていうのが今日、まあ、ご覧いただければなとは思います。で、さっき言ったようにこのアレックスのチェリーを、アレックスの上についてるチェリーを枠内に狙って中下なんかで、アレックスが滑ってきた場合で、ショートが絡んでないんで、これはほぼ10枚約羽根ですね。で、さっき見たわーばっ、当たりました通常はもうほぼここから羽が揃って、あ、10枚かっていうなるんですけど、マジかすごいな。でしかも密角です、またもや。判別しよう。で、判別するとき、アレックスを中段に、中リール1枚掛けして見倒ししてください。アレックスを中段見倒し、はい。で、これでアレックス赤7の、ビッグなんですけど、まあ、一応チェリーもフォローした方がいいので、はい、上にチェリーがついてる方のアレックスを狙いましょう。よーし、いいぞ、マジでいいぞ。はい、32ゲーム速攻です。よーし、で、これで2発のビッグで獲得枚数が594枚、投資1本です。よーし、いいぞ、マジでいいぞ。さあ行きましょう、ゴリゴリ回していきましょう。来い来い、最後にワンちゃん来い。いいよいいよいいよ、よし、やすか、最後ワンちゃん来たよ。いいよ、57秒これベルト、よし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 、いいよ、いけてるいけてる、縄縄、よし、オッケー、よかった、間に合いました。よしよし、さあ、96ゲーム目あ、よーし、オッケー、ひどすけさん入った、赤満月と、プッシュでレインボーだったんで秀吉です。はい、ブー、いいわー、いいぞー、まあ青だわな。さあ今度は目標4連達成しましょう。50杯2回超えるだけ、いいわー。ちなみにね、炎があと2個、2ゲーム連続強制いけます。よしよしよし、攻撃、さあ、あと1個です。レアク、レアク、
えー、来い。頑張って。あああと1個。まあこういうパターン多いですよね、マサムネは。さあ全部はカモンが青なんで、もう一撃でいいや。1個ぐらい50個。よしよしよし、よいよいよ。もう1回50、うん、大丈夫か。まあまあまあ全然 OK。 さあ今回は、5連で170ゲーム。よし、 OK、 ワンチャンきましたね。これでさあことごとく対決に敗れ終わりが来ましたと。あー、まあどうしようかな。順押ししましょうか。順押していきます。いやー、大事でしゃってたな、ハサミか。じゃあ、逆ハサミいきましょう。ダブルテンパイあかんって。これ逆押しですね。大事でしゃっててるな。じゃあ今度こそ準押し。あごめんなさい、狙っちゃあかんなの狙った。一冊目ですか。さあ、284ゲーム継続でございますと。さあ頑張っていきましょう。まあ最初にね、来たメゴ姫 M のリプレイ、あとは弱スイカでの56強中も、まあ、設定差あるポイントで、まあ、いい要素ではありますんで、まあ、ただ、ね、ARG 中に揃った青菜が 2-2 で筋押しいってるからね、そこがね、どうなのかっていうところだよね。で、通常時僕は基本的には赤菜を枠上上段狙いでやってます。枠上上段狙いこれで、まあ、これを殺しつつ予告音になった時はなんか好みの場所を狙いに行くっていう、まあ、ちょっと赤菜でいきましょう一旦。あー10枚なんですよねこれがね。まだ今日ブドウ引けてないよ。で消灯絡んだ場合一生がブドウがないです。で3枚は2勝しないです。3枚は絶対に1勝。おお2角、はい、302ゲームビッグボーナスです。ちょ、今横こうなったのにしれっと押しちゃいましたね。しれっと押しちゃって、よっしゃー、こうやって不意に来るんですよ、ここなしでも。まあ、フラッシュ伴ってるんで、まあ、500以上、はい、ボーナス確定です。で、察知手順なんですけども、まあ、中押しで先ほど言ったようにアレックスを中段見倒し、はい、でこの時点でもうレギュラーか、アレックス、アレックス7のビッグボーナスで右にバー狙って、あ、これでもうレギュラーボーナスです。でチェリー狙いに行きましょう。はい、でずれたら別格です。ずれたら別格。うわー、どんどん出てくるな。もう誰が誰だか分かんねえよ。はい、
わあ、毛利まで出てきた全員いるけど誰、さあ毛利来い。わあ、本当に出てきた毛利、やった。あ、毛利っすか。そう、なんなら、なんならもう一番右まで行ってくれてもいいんだけど、飛んで埼玉みたいなさあ、行け行け。あー、落ちてきちゃった。さあバン、うわ確定止まりでございます。さあ、141ゲームですね。八角降格かな、どうだろうね。早いっすね、さっきから。そう、当たりは軽い、すっごい、いいっすね、うん、いい。うわー、そう、お、あ、オッケーオッケー、 ART セカンドランになった。第164ゲーム、ダブルドロイヤーで100。100ゲームスタートはでかいですよ。ありがたや、ありがたや。リスにマサムに打ってもらって俺スカップどうかな無双に打ちたいってスカップが。最後打ちましょう。でも勝ってたら勝ってたでさ、打ちにくいよね。なんで減らすのみたいな。いやいや、減らない減らない。まあまあ、だって103だからね。はい、そうですよ。いや、1回 100% だらっすね100% だ、100% 100% だ、100% 今、今、俺、実は 100% だからアピールしたんです103% で俺が打った103% まあ、確かに見た 100% じゃないと 103% なんないかもねおー、しゃった。さあ、本人挙手。いいね、金ナビですよ。さあ、本人到達。さあ、45ゲーム。お、ダブルだ、やった。200ゲームとか乗らないかな。あ、そっかそっか、秀吉だったからか。さあ、50ゲームでしたけども、秀吉決戦がね、ART 順に揃ってる7が3の3で秀吉入ってる。大丈夫これ。さすがに、ごとく、いやーけど、ごなんかいるかな。あ、やばい、はいはい、まだ7ドロ1回も捨てないのに、もうこのランバーと1個。え、ちょっと見に行こう、見に行こう、これは見に行こう。いや、見に来なくていいよ、これ見に行こう、見に来なくていいって。これ見に行こう。ちょっと待って、これどこだったっけ、これ。右中左のランプ、いや、違うこれじゃない。ただレア役でも転倒中止してるんで、レア役さえ引ければ。いやー、うわー、チャンスチャンスチャンス、よしよし、強制強制強制。あー、ダクテリーカー何番だっけ。はい、いやー、惜しい。いやー、今の惜しかったな。あのね、これ7揃ったらつきます。え、右中左だから。これ今炎ちょうどホワホワってしてるけど、頼もう、頼む頼む頼む、音鳴れ。よし、来た、よし、着いた、やりモンスター、よし、やりモンスター、よし、オッケー。さあ、総一押し入ったよ。今日一の勝負どころや。じゃあ行きましょう。85パワールームですね。まあ、1日打ててもね、1回2回とかしか入らないんで、このチャンスは生かされるためですね。
おい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 、うわびっくりした、びっくりした心臓止まりそうでした今。役者でしょ。まあもうどんどん行こう、テンポよく。さあ激アツしました、激アツって言っちゃった、いつも激熱っていうのに俺何のこだわりいやこだわりは大事よ、よーさみんなね。ドキドキするぜ。あ、金カム。なあ。あのね、目押し遅いと思う人いると思いますけども、あのね、ちょっと調整してるんでこれは。調整？ほらお前がそんなこと言う、あ、危ない危ない危ないもう。そんないやコスタが変なこと言いましたよ確実に調整ってなんすかマジで みんな僕もです、視聴者もハテナマークでした今、なんだその調整してるの笑かすなってさあ、いいよいいよいいよ、さあ大阪です、激です、調整？これ調整する？だめ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 、調整するからこうなるんだよ、ミス。え？さすが調整だもん、すごい。この時間とタイミングで多分ね調整するんでございますよさあダンス目、いいよいいよ、さあ落ちないよ、ダブル欲しいね、いいよ、オッケーオッケー、ゴール、いいね、あ、そういうことか、金7避けて押してるんだ、そう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 、そういうことですね、そういうこと、なんか金7あるとちょっと不格好じゃん、はい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 、うん、あーすごい、それが調整だったんですね、分かってくれた、はい、さすが、それは分かりました、すごい素晴らしい、あよく分かったねピスケ、逆にいや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 すごい、だからワンは金7なかったからさ、はい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 、うわーすごいこだわりだな、すごい、今ねちょっと言いたかったことを引っ込めちゃいました、はい、え終わる気がしねえって、あやばい言っちゃった言う言う言っちゃったよーし終わらねえ終わらねえ終わらねえぞ、よーしよーし、いいね、よーし、続くねピス、いや神がかってますよ、いいねいいねいいね、ちょっといいですよ、いけてるいけてる、もう20アイコン、ダボいける、からのおー20ちょっと21です、21か、まあまあ十分でしょ、いや素晴らしい、でもまだあるからね、はい、ここで7揃えれば、再び東京に戻ります、とんでもないですよね、すんごい6択っす、ちょっともう決め、俺もう決めてるからいい、はい、了解です、いきなり否定するかもしれないけど、はい、大丈夫です、あ、否定したあ、右中左がどっちみちここはなかったわけ、 中左右か順応しようと思ってたんで、まあ、さあない、さあなんぼや、うん、一撃でいい、一撃でいきますか、まあ、どっちみち多分ブーンってなるんで、はい、さあこっちは
こっちは連絡しとこうか。まあどっちみちブローンとはなるけどね。全部で500ゲームが欲しいんだけどな。ちょっと無理だっちゃな。いや、なくはないっすよ。まあ、500はあるかもしれない。まあ、どう？ボケが強いな。あれ？どうした？あ、ビデオスケースある、まだ。なんか引いてた、今。さあ、とりあえず730もらって、もう一発。また平然としてますけど、やばいですよ。さあ、ここでもう一回超入れていこう。でかい、いいよ。続くね。おお、セーフだ。あれ、金だ。おお、オッケーオッケーオッケー。届くぞ。もう多分僕の方のカメラマンさんが相当腕が疲れてるところだと思うんですよ。本当にすごい。いいよいいよ、下ろしといて。いやー、本当素晴らしい。うわー、すげえ。普通に続いてるよ、うん、十分十分。いやー、すごい、素晴らしい。一撃でいいよ。35、さあ5回分。はい。どういうことこれ。850で、トータル850ね。これあれだよ、最初のゾーンの時の分だよね、多分。すんごいことなってません？いやー、これ頑張れば1000いくぞ、これ。行きましょう行きましょう。行く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 、行っちゃうよ。順押しだからね、左上は。順押しと中右左だったかな、これ。中右左だね。まあ、そうだわな。さあ、50と30、80、ね、さあ、トータル930、とりあえず俺は目標行けたわ、これで。すげえ。とりあえず目標行った。マジすげえ。あ、じゃあ行きましょう。あと消化源になりますけども。よし。あ、まだあったまだあった、まだあった。いや、続きましたまだあった、まだあった。嘘だろ。これもう1000行きましたよ。行って。あ、あと1個や。さあ、違う、これじゃない。ダブルでかい。よっしゃい、ナイス。さあ、強手持ってこよう。強手。あ、あと1個ないけど。おー、下ばーい。しえ。いやー、すげえ。いやー、1000超えしたぜ、やったやったね。さあ、行くぜ。よーい、さあ、行きましょうか。これぞ政宗、これぞこしあんみたいな状況を見せていただきました。いや、凄まじい、凄まじかったな。線乗る？乗ったね、線。2勝。
僕も頑張って、まあ、コシさんもさっき言ってくれましたが楽しんでいきましょう。ちょっと次横コーン来たら中押しでやってみますか。赤棚は結構シンプルというか、まあ、どこしても結構シンプルな感じなんですけど、何々オアボーナスみたいな感じになるんですけど、ちょっと中押しやってみましょう。はい、来た。アレックスを下段ビタ、もうこの時点で羽オアボーナスです。ただね、もうパンパンって押して羽蹴ったりするんで、もうケツ浮き目ですよそんなの。目押しミスっても大丈夫です。目押しミスっても大丈夫です。まあ、これチェリーオアですね。もう中段に押してればブドウはフォローできるので。ダウン。259ゲーム、ビッグボーナスです。素晴らしい。素晴らしいぞ。止まるゲチェナ、あそこで止まるの。うわ、ベラボー、ベラボーです。これはやたまらんぞ。おいおいおい、これはたまらん。いや待て待て、目押しをミスってる可能性はある。下段に押せてない可能性はある。いや大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。一瞬3枚あんのかなと思ったんですけど、ないです、ないです、そんなものはない。素晴らしい、素晴らしい。まあまあ一角でしょう、目押しが完璧なら一角でしょう。うわー、たまんない。で、多分赤ビッグなんじゃないかな。さすがに赤ビッグでしょう。もう狙いに行っちゃえ。よしよしよし、タッタッタン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 。何ゲーム、何ゲームでしょう。145ゲーム。これで今日のデラマックスには行ったと思います。喋りながら見倒し、よし、行ったと思います。デラマックスに行ったと思います。どう、急に吹っ飛んでくるんですよこれ。こういうのが急に吹っ飛んでくるんですよね。ありがとうございます。123123ズレろ、うわーズレんか。はい、レギュラーボーナス。中段、中段に赤だな、中段にないよな。ナフ2連続。さあショートしたぞ、ショートしたぞ。ああ、二角ショートしちゃってるもん。だってショートしちゃってるもん。なに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 、いやーたまんねえ。下段アレックス揃い、たまんねえこれ。おい、まあ、チェリー長の可能性があるのかな。1個前チェリーでしたもんね。はい、まあ、アレックス頭、レギュラーなのかビッグなのかどちらか。蹴れ、蹴らんか。そうか、あーレギュラー。でも早かった。何ゲームだ。5ゲーム、5ゲームでレギュラーボーナス。中中、これはね左だな。順押し行こう。ゴーラクタ、うわすげえ。さすがガバガバ色内村の村長、やったすごい。よいしょ、
曜ショッキ74ゲーム。あー、スイングで100はでっかい。さあ、84ゲームですね。ダブルドロイ失敗した。あんまり上がんねえな、全然引けないベルが。さあ対決は、よしよし、いいよいいよ、いいよ、いいナビ。オナーは、よし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 、さあ、あやがったぜ、いいよいいよ。33ゲーム。いやもう全またタイミング外った。おお、赤色や。はい、惜しか。さあ移動したよ。ケイケイ黄色、高継続の期待度アップ。さあ頑張ろう、5連目標に。さあまず保証ですね。よしよしよし、チャンス目がいい。追加か。おう、やったぜ。いいね、揃ってる揃ってる、続くね。ピューンと音がねえな。あー、ここで外れるか。あ、目標の5個いってますね。いってるいってる。連打にしようかな。展開超えた段階。さあ50、さあ5個分全部青色なんだけどね。あれ、お、220乗った。素晴らしか、素晴らしい、いいね、素晴らしい。3000万円いきましたね。500だいぶ戻ったね。よかった、はい、よかった。すごいすごいすごい。どうしましょう、コシさん。どうしようね。アレックス、とりあえずやめようかなとは思います。うん、いいと思う、別に。まあ、羽もそんなに劇的にいいわけじゃなくて、うん、2ぐらいで、で、周りの状況もいいものではないので、うん、1回とかどう、見てきた。ちょっと見てきましょうか。そうね、2回で立ち回ろうと思ってたので。もう1回でもしゃあないんじゃないですか、そうなのがあれば。ああ、そういうことですね。まあ、音聞こえなくてもってことですね。わかりました、ちょっと見てきます。はい。さあ、今ちょっとコシさんとも話しましたけども、まあね、楽しんで打ちたいところはあるんですけど、まあ、誰が打ってもしゃあないと思うので、これでマイナスになったっていうのもアホらしいので、まあ、ちょっと次の台探していきたいと思います。さあ2台目、まあ、コシさんと緻密な作戦会議をした結果、ディスクアップでございます。 DU 打っていきましょう。で、僕の今プラスが454枚で、このディスクアップに移動してきたんですけど、まあ、ちょっと本当乗るか反るかの戦いになると思います。いくらディスクアップが甘いか、甘い騎士だと言われてても。なんでこの
プラス分が飲まれたらやめます。で、小石さんがもうあの状況なので、まあ、今回しっかりプラスをキープして終われるように、無理してもしょうがないだろうと、この稼働だといったところでこのチョイスに至りました。まあ、あとはやはりこのプラス分に貢献できるように、まあ、ビタ押しを頑張る、限りなく 103% に近づけれるように頑張りましょう。いやー、なんとかこの500枚で同色は欲しい、同色が欲しいな。だいぶ引っ張ったな。222ゲームか。さあラスト、さあ行くぜ。今日ね、この6択を全然当てれてないからね、もう主人決めとこう。中左右で行きます。今日当てれねえな。さあ終了です。まあ十分でしょう。ちょっと最後の方でなかなかね対決勝てなかったんで、7揃いからの上乗せが少なかったっていうのと、まあ秀吉決戦全然、やれなかったので線乗せスタートが伸びなかったんですけども、じゃあちょっとだけ回してピスト相談してどうするか決めたいと思います。もう多分、まあ、秀吉決戦の入り方からして、まあ、5なんじゃねえかなと思うんですけども、まあ、正直怖いので、まあ、ちょっと、ね、回してどうするか決めたいと思います。ちょうど終わったんですね。僕が今200枚、250枚使ったところではあります、うん、多分、はい、3500枚ぐらいはあるんじゃないかなと思うんだけど、ビデオシじゃないわ、始まる前にも200枚ぐらいあって、はい、今日の最高獲得枚数が3600ってあったから、はい、でそこからちょっと今50ゲームぐらい回したから、まあ、3500枚はあるんじゃないかなと思うんだけど、コシさんが投資3本、3本、僕は1本なんで、うん、まあ、200枚弱、ね、今僕のあれですね、よく考えたら僕の持ちメダルで2人分の投資分は、ああなるほど、はい、じゃあ今のところ大体プラス3500枚ぐらいか。そうやって考えるとやっぱ前回の負けが超痛いやっちまったあれは本当にもうこれでよしとしてしまうか、はい、今日だけで言ったら余裕で大勝ちだからね。まあそうですね、そうなんで今日だけで言ったら余裕で大勝ち、もう一発って言ってやりたいけど、そのもう一発も結構危ないしね。確かに、普通に移転所行くからさ、コシさんの8連とかもありますからね。まあ欧州ボーナス今更出てきたところなんだよね朝一だったらいいんだけどさ、まあ、正直こうあんまこういうことを言うのはあれなんだけど、はい、こう動画としての絵は別にもう多分いいと思うんだよね正直まあまあ、うん、コシさんは1000ゲーム超えでもう十分ですんで、やめときますか。そうね、はい、じゃあまあまあまあディスカップ打ってもいいんですけど、これでマイナスとかなって、うん、アホらしいんで、まあね、さすがにちょびっとだけ様子見て。わかりました、うん、了解です。じゃあそうしましょう。もしかしたらこのままエンディングかもしれないです、はい、お疲れ様です。いや多分やめます。僕も下皿にあるあのメダルだけディスカップ当たらなければ多分何もなかったことにされてエンディングで、はい、前回豆乗りの収録で僕ディスカップ打ったじゃないですか。あれでまあレギュラー1回かなんかで終わったんですよ。悔しくて、まあ、地元のホール帰ってディスカップ打ったら一撃2500枚出ました。コシさんには申し訳なさすぎますから。どういうことだお前超えてるぞあれはな、びっくりした。レギュラーを消そう。うわーレギュラーここでレギュラー437ゲームレギュラーボーナスです。ここレギュラーしか引いてないな。所沢でビッグ1回も引いたことない。
所沢でビッグは弾けません。あ、素晴らしか、レギュラーかビッグなのか頼む。うわー、ビッグよ。よし、これでディスカップもプラスにして終わりましょう。はい、ビッグ取り切ったら多分プラスなんで、ディスカップ打ち始めてからプラス3枚で終わるんで、とりあえずビタ押し頑張りましょう。あー緊張する、後ろにコスさんいます。うわ、めっちゃ緊張するやん。なんかなんでやろう、めっちゃ緊張する。はい、平常心。いきなりミスるか。ちょっと待ってください、待ってください。お静かに、皆さんお静かに。ちょ、待って待って待って、待って待って、すんごい緊張、すんごい緊張。よーし、10ゲーム。いいよ、いいビタだよ、いいよ、みんな見てるよ、ミス。いや、言うな、それを言わないでください。みんな見てるからね。うわ、マジや、すげえ見てる。フォロワーさんも3人ぐらい見てるからね。よし、いいよ、決めてこ、バシッと。ちょっと、うわ、こいつら、静かに、こいつら、静かにしなさいって。こっさん、ただ最後、あ、少ねえ。3のミスをしました、僕は3のミスを。ただこういう時マジで入ってくれ、ダンスタイム。はい、誰？よし、アフロレディデフォですね。よし、まあ、そもそもそんなにもうビタ押しが上手くないっていうのもあるんですけど、飲みの心臓すぎたな今のは。震えとるっすもん、僕指がマジで。ちょっと待って、なんでなんでこんな緊張しいな。はい、終了です。ダンスタイム20ゲーム、 DJ ゾーン32ゲームで237枚の獲得で終了です。さあ、さてさて、さあさてさて、はい、ちょうど RT リプレイ。おい、33枚流しましょう。これで33枚入れれば、まず501枚僕持ってたんですよね。508枚なんでプラス7枚。やっぱりディスカッパー甘いっすね。はい、終わりたいと思います。ありがとうございました。ニセジロ、お疲れ様です。こっさん、こっさん、今回はこっさんしっかり勝てました。はい、まあ行きますか、とりあえず結果からいきましょう。そうですね、はい、はい、まあ、僕からいいですか。じゃあ僕からお願いします。はい、僕はですね、まあご覧いただいた通りノーマルタイプ1本打ちまして、アレックスから、ディスクアップに移動しました。もうそれだけで伝わると思います。そして、投資がですね1本47枚の通り、そこが素晴らしい、ね、そうなんですよ。アレックス開始7ゲームで、ビッグ引いてから、そこからノー投資でいってますので、素晴らしい、はい、で獲得がですね、2台トータルで508枚なんでプラスの461枚ということで勝ちました。よく耐え切った、耐えた、うん、あの状況で、まあ、抽選が悪くてこう立ち回りの幅がだいぶ狭まったのにもかかわらず頑張ってたかなと、
頑張れたかなと思います。はい、私の結果の方に小林さんお願いします。はい、私が投資3本から、はい、まあ、はまらずに初当たりポンポンポンって全部、しかも押しボーナスが来ずに、はい、全部赤眼からスタートできて、途中で超秀吉入ってくれて、ぶち込みましたね、あれは。頑張りました。で、まあ、それがそこそこ乗せてくれまして、で、結局その3本の投資のまま、はい、141枚か、はい、でここから最終的に3513枚、獲得できたので、プラスの3372枚。はい、というわけで2人で、3833枚今回は勝ちましたよ。というわけで、三蔵さんで、はい、乾杯しましょう。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。皆様もお疲れ様です。はい、はい、ちゃんもお疲れ様。はい、はい、いただきます。うん、今飲むとこ間違えちゃった。こっちだったね。そうなんですよ。こうグビグビ来たけど、ここ飲むマドラーじゃないですからね。はい、まあ、とりあえず、今回はピースも多分積もれてないし、そうですね、自分がもしかしたら5だった可能性が若干秀吉の入り方だけ見てれば、ね、ゴリゴリ、まあ、何も他が分かんなかったからね、はい、まあ、どうかは分かんないですけども、まあ、とりあえず今回もその店内こんな感じだというのを撮ってますので、はい、そちらご覧ください。どうぞ。いや、これはここで収録したらもうやばい、やばいっすよね、マジで。フェアリーテールは2000枚弱持ったまま今持たれてますけど、ボーナス回数がちょっと弱い気がするな。6回だもんな今は。で、小石さんから教えてもらいましたけど、この自覚症状が 4,5 確定してると。で、窓曲げコーナーなんですけど、どうですか。今バーッと話聞いてまいりましたけど、蛇口はいいっていうコメントがかなりあるんですよ。こことか通常も1回引いてる。で、強行止まり1回で、ここが弱点、今設定10ぐらいあるって言うて65分の1ぐらいらしいです。で、その左も90分の1を切ってるぐらいで、3、4、8、ここの方にも話聞くと弱点率はかなりいいですと、82分の1ぐらいで推移してますっていう感じだったので、で、生感もやっぱ一番あるのはある。さあ、キューベはまだ出てないですね。リゼロは この2台は悪くないですね。右2台、右が0から4、5回、7回で、真ん中まだ0回で、3、3。そうですね、今聞くと右端から4、5角で出てます。で、まあ、白毛がすごいうまくいってるってことだったんですけど、右2が、まあ、グラフ一番左が本日なんですけど、今日のデータなんですけど、まあありそうですね、ありそう。で、今日意外なのがここですね、番長3で、一番左が、ボーナス5回で絶頂2回で、左から2台目が戻りことを見てもめちゃくちゃいいですと。でも、まあ確定は出てないけど上はありそう、通常も1回引いてる。で、右から2台目が金閣寺出てます。はい、まあ、下手したら全、まあ、4、5、6とか あるのかもしれないですね。満潮数はちょっと意外でした。まあ、ちょっと正直ね、今日5月2日ゴールデンウィークの真っ只中なんですよ。下手したらぶっ殺しに来てもおかしくないなとは思ってたんですよ僕。まあ、まあ、すでに設定の匂いはしっかりと感じれるかなとは思います。まあ、意外な感じで、まあ、満潮3だったり、うん、はい、いや、あとは、まあ、いつも通り窓間際、うん、で、コシさんが狙ってた乙女シリーズ、あ、最後強そうだったね、はい、うん、ちょっと全力ではなさそうだったけど、はいはいはい、でも多分だいぶ強いなといった感じで、うん、まあ、ゴールデンウィーク期間っていうのを考えれば、うん、かなり十分だったかなと。なんかどの機種もなんか1台はなんか当たりある感じだったから、ね、はい、所沢さんは全然いけるね、戦えますね、はい、全然戦える、はい、次は積もってかとね、はい、そうですね、うん、で、次回も丸9の最終戦決まっておりますので、はい、伊藤ワンとそう可能性全然あるでしょ。ありますね、yeah. まあまあ、その抽選次第でそう、ね、いろいろ頑張っていきたいかなと思いますので、はい、引き続き、はい、よろしくお願いいたします。シーズンついにマイナスになるか、いや、プラスになるか、豆乗りは負けです頑張ろう、豆乗りは負けですよ、はい、まあ、その辺もね、はい、お楽しみにいただければと、はい、はい、では最後9の3でお会いしましょう。せーの
豆の日、また見てて。